ジェーン・オースティン、ジェーン・オースティン、1775年12月16日から1817年7月18日は、イギリスの小説家、イングランド南部ハンプシャー、スティーブントン生まれ、ジャールを、ジェーン・オースティンを、オーステンとカナ転写する書籍もある。18世紀から19世紀イングランドにおける田舎の中流社会を舞台として、 女性の私生活を結婚を中心として、皮肉と愛情を込めて描き、その作品は、近代イギリス長編小説の頂点とみなされている。また英語における、自由間接話法、病室話法の発達に大きく貢献したことでも知られる。主要作品は、分別と多感、高慢と偏見、エマ、マンスフィールドパーク、ノーサンガーアー、説得など。 1775年12月16日に、ハンプシャーのスティーブントンの牧師館で生まれた。牧師である父のジョージ・オースティン、1731年から1805年は9歳で孤児となったが、叔父、フランシス・オースティンに助けられ、オックスフォード大学に入った。妻カサンドラ、1739年から1827年との間には、ジェーンの他に6人の兄弟と姉がおり、 長兄のジェームズは、父と同じくオックスフォードに入りしなどを発表していて、ジェーンに影響を与えた。時系のジョージについてはあまり伝えられておらず、言語に障害があったらい、三兄エドワードは裕福な家の養子に入り、四兄ヘンリーもオックスフォードに入っている。子兄のフランシスと弟のチャールズは、共に海軍に進み提督にまで昇進した。姉のカサンドラとは、生涯を通して、 非常に親密な関係で現存する手紙のほとんどはカサンドラに当てられている。ジェインを描いたものとして認められている肖像画はロンドンのナショナルポートレートギャラリーに収められたカサンドラの手による彩色スケッチのみである。しかしながら、等身大の彩色画がジェインの一族によって所蔵されており、10代の頃のジェインを描いたものとも言われている。 1783年にカサンドラと共に知り合いのもとへ預けられ、短期間ではあるがオックスフォード及びサウサンプトンで教育を受けている。1785年から翌年にかけてはバークシャーのレディングにあるレディング修道院女子寄宿学校で学んだ。当時一般の少女よりも充実した教育を受け、この間に多くの文学作品に触れ、英訳された。 ゲーテの若きはエルテルの悩みも読んだという。1789年には早くも小説の原型を書き始めるようになったが、友人や家族に読み聞かせて喜ぶためであった。ただし、小説は3冊のノートにまとめられたが、この中の2冊目にある愛と友情など、すでに特色のあるものも書かれている。1795年、書簡体系式のエリナとメアリアンを、 翌年には第一印象を書いた。父は第一印象の出版を打診する手紙を出版社に送ったが断られた。1797年11月、エリナとメアリアンを下敷きとして、分別と多感を書き始める。さらに、後、農産がアービーとなるスーザンにも取り掛かり、1803年にはクロス同社に売った。しかし生前は出版されず、死後、 説得と共に出版された。オースティンの私生活にはほとんど変化が見られない。1801年にジョージはジェームズに牧師職を譲り、一家は当時から著名な保養地であったバースへと移った。ジェーンはこのことを聞くと卒業したというが、バースでの経験は後に小説を書く上で大きな利点となった。ここで一家が過ごした家屋は現存しており、その近くには ジェーン・オースティン・センターがある。この時期に、ワトソン一家を変えたが、後期されてしまう。1801年夏、家族でデボンシアを訪れた際、生涯唯一の恋をしたと言われる。相手は、トーマス・ルフロイと言い,い、晩年その胸を語っていたという。また1802年には、ハリスビックイコール、ウィザーという人物からプロポーズをされた。彼は裕福な若者であったが、 大きくて不器用な性格をしており、彼女より6歳年下であった。未婚の女は、一生父や兄弟に頼って生活しなければ、ならなかった。当時のイギリスの中流階級において、この申し込みはまたとない機会であった。ジェーンは一旦プロポーズを受け入れたが、翌日には、決心を変えことありの返事をした。1805年1月21日に、父が死去すると、 オースティンと母と姉の三人は、サウサンプトンのカッスルスクエアのフランクの家で暮らすことになった。ここでしばらく平穏に暮らした。1809年に妻を亡くした、エドワードの勧めで長ンへと移る。エドワードの妻は裕福で所有していたコテージにおいて生活するようになった。この家は、現在オースティン記念館として一般に開放されている。 1811年、マンスフィールドパークを寄稿し、さらに、分別と、高号匿名で出版。さらに、1813年1月には、第一印象をもとにした、高慢と偏見を出版した。なお、作品はすべて匿名で発表され、親しい者にも明かさなかった。1814年5月には、マンスフィールドパークを観光するが、 読者や文壇からジェーン・オースティンという名前が知られ、ことはなかった。だが1815年10月、エマの出版の直前に、偶然が重なって、ジェーンの愛読者であった後のジョージ四世、当時は、殺政王大使にもてなされた。それで、急遽、エマは検定されることになった。1816年になると体調を崩しがちになり、現在では、 アジソン病に感染していたと考えられている。病状は一進一退を繰り返し、翌1817年には療養のためハンプシャーのウィンチェスターへと移った。その2ヶ月後の7月18日に死去した。その亡骸はウィンチェスター大聖堂に葬られ、1818 18年にノーサンガー・アビーと説得が出版された。オースティンの長編作品は、 すべて平凡ない中の出来事を描いたものである。求めた題材の範囲は非常に狭く、いずれも登場人物は名家の娘と牧師や軍人などの紳士で、この男女が右与曲折を経てめでたく結婚して終わる。しかし、オースティン自身、田舎に3、4の家庭があれば、小説にもって恋の材料だ、と述べているが、そこでの人間階級を徹底的に描き尽くしており、 人間性の不遍さを示し、心理者実主義の先駆ともされている。同時代や後年の作家にも高く評価されている。モームは世界の十大小説で傲慢と偏見を選び、大した事件が起こらないのにページをくらずにはいられないと評し、鋭い感性とユーモアのあふれる文体は比類がない。平凡な生活の中で見出した真実味のある多彩な描写は、 非常に巧みであると論じている。夏目漱石は文学論で、ジャーヌ・オースティンは写実の体となり、平凡にして活躍せる文字を奏して技紙に入ると絶賛している。一方で、シャーロット・ブロンテは上官に欠けると非難し、マーク・トウェインは動物的な嫌悪を感じるとし、D.H. ローレンスも批判的であった。また時代色を出していないのも特色の一つである。 オースティンが生まれた翌年の1776年にアメリカ独立宣言がなされ20代前半にはフランス革命が起こっているだがオースティンの作品にはそういった出来事は完全に排除されている意図的かどうかは不明だが自らの経験にないことは決して手を触れなかった分断にも一切関かかわらず同時代の作家とは全く関係がなかった残っている手紙は ほとんどが姉のカサンドラ宛てで作品もすべて匿名で発表されたため読者もその名を知ることはなかった。今日オースティン作品は英文学古典の一つとして高く評価されている。初級の講義から各国の学会での高度な研究に至るまで多くの大学でオースティンの作品が取り上げられている。バースのゲイストリートには現在ジェーン・オースティンセンターがあり、 様々な資料を展示するほか、研究、啓蒙活動が行われている。君の心の庭に忍耐を植えよ、その草は苦くともその実は甘いは、彼女の言葉である。2013年7月に、イギリス中央銀行のイングランド銀行は、2016年以降に流通する10本土札の肖像画に、ジェーン・オースティンを採用すると表明した。 オースティンの作品はその親しみやすさからか、これまでに幾度も映画化、映像化がなされてきた。その中でも、高慢と偏見は最も取り上げられることも多い作品であり、2005年現在では6本の映画が制作されている。最近では2005年に制作された、ジョーライト監督、キーラナイトレイ主演の映画、プライドと偏見がある。5つ存在するテレビ用シリーズの中では、 BBC によって1995年に制作されたジェニファー・イーリー、コリン・ファース主演のバージョンの評価が非常に高い。2001年のブリジット・ジョーンズの日記にはこの小説にヒントを得た人物が登場している。その他にも、高慢と偏見を派生させた作品はいくつもあり、高慢と偏見とゾンビは高い評価を得て映画化もされている。エマはこれまでに5回映画化されている。 分別と多感は1995年にアンリー監督でいつか晴れた日にとして映画化され、エマ・トンプソンがアカデミー脚色賞を受賞している。説得は2度のテレビシリーズ化、1度の映画化が行われた。マンスフィールド・パークとノーサンガワ総員についても映画化されている。2016年にはケイト・ベッキン・セール主演で短編作品レディス・ーザンが ラブフレンドシップとして映画化された。1980年に制作されたマンハッタンのジェイン・オースティンでは彼女の唯一残された戯曲であるさ、チャールズ・グランディソンの映画化を目論んで争う二つの映画会社を題材にしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。